케이크, 크림, 체코스 케이크랑요. 펌킨 치즈 케이크랑요. 피넛 버터. 피넛 버터랑요. 피넛 버터. 아니야, 피넛이가 스키. はい、それでは本日韓国のスターバックス1万円分乗ってみた。イエーイ。いや、何スターバックスって何おしゃれな。で、今日はね、スタバで1万円分商品を買ってきたから、はい、なんか俺知らなかったんだけど、うん、だからそもそもスターバックスって国によってメニュー違うんだね。そう、そうだよ。で、なんか韓国限定とかもあるみたいだから、うん、でもちろん日本限定もあるだろうし、うん、そうなんだと思って、うん、ふんふん。いや、いらなくね。1万円分買ってきました。はい。しかもね、あのハロウィン限定で、そう。ハロウィンミニもあって、なんかハロウィンの時盛り上がるよね。ねえ、いろんなお店がね。韓国のハロウィンのスターバックスはどんなのかしら。その話語っていく。だからね、ハロウィン限定の商品もちょこちょこ買ってきたから、はい、韓国限定プラス、うん、ハロウィン限定商品を今日紹介して、ちょっと飲み比べしてみましょう。はい。じゃあ俺さ、あと腹立ったのが、うん、空から聞いたんだけど、俺ら最近さ、おしゃれカフェ巡りみたいな動画上げたじゃん、うん、なんか近しい人に、うん、逆に日本人で、うん、韓国こういうとこ見たいとかある、うん、って聞いたら、うん、あのカフェ巡りもいいんすけどスタバ見たいっすみたいな、はぁと思って、うちらにとって結構身近な部分が気になるらしくて、盲点だった。その感覚なかった。存在が当たり前すぎて限定の商品を買ってきました。今ねって、うん、あの冒頭のコンセプト違うんじゃないか後悔してきたのに。やめて、ま、取り直して。いやいやいや、絶対嫌だって。もうちょい、あ、いい、もういい、いい、いい、そんなみんな期待してない。じゃあ早速、うん、いっぱい買ってきたんですけど、はい、お互いの定番メニューいきましょう。はい、俺のテーマメニューなかったないの。俺いつもスターバックスラやってしか飲まないんだよ基本。あー、オッパはそうしてる。そうそうそう。ちょっとつまんねえんだよ。ちょっとひねったやつを持ってきたんで、サラさんどうぞ。うちは一番好きなこれ。やはは。ハニージャムオイルグレイティー。これいつも飲んでるよね。そう、うちスタバに行ったらこれしか飲まん。しかもこれね、韓国限定なんでしょ。そう、知らんかったんだけど、うん、日本の友達来た時これ買ってあげたら、これ何めっちゃ美味しいんだけどって言われて、その時気づいた。めっちゃ美味しい、スタバに行く理由。だからコーヒー系飲まない人にとっては、うん、こっち系なんだね、うん、へえやりづれえよ。オッパはね、これそれハロウィン限定だよ。オーバーこれだよ、バニラクリームコイドブル。やべえ、飲んだことねえだろって。適当すぎました。これハロウィン限定の、え、こんなん用あるじゃん。いや、ハロウィン限定のやつで、オーバーがよく飲んでこれで、ね、そうです。あ、これよく飲んでるやつだ。これドゥブル。そう、誰も信じねえだろ。でもね、冗談抜きで、これね、コールドブルーが好きなの。信じる。味わい深さ。ああ。コーヒーのコクっていうのが、うん、普通のなんかラテとは違った、うん、この深み、はい。で、甘いものが欲しいなって時はクリームを添えて、物にじゃなくてもダメ。40秒。うちは本当にこれ大好きで、みんなに紹介。それは本当。うん。閉めてるんだ。こいつは本当にそれでラッテしか飲まないの、うん、だからラッテ買うのおもんねえじゃんって言って、可愛いの買いたいって言って。そうそう、でもいつも飲んでる感出したかった。俺もサラみたいに、うちはスタバでいいよこれなんだよねみたいなのが出したかった。すいません。うん、頑張った、はい、これがね、茶もんとオイグレイティーってしてるでしょ、うん、それを合わせてそこに蜂蜜まで入れて。うまそう。めっちゃうまいよ。これ買うときうち毎回ジャンバーサイズで買って一日中。ジャンバーサイズって一番でかいやつ。違う、一番サイズだってベンティーだよ。そう、ベンティー間違えた。もうやめるのそれ。で、これはあの次どれ行く？ハロウィン限定行こうよ。ハロウィン限定の飲み物は一旦これとこれとこれ。あー、なんか意外と普通っぽい。あ、俺ほんと気づかなかったの。
ハロウィンチョコレイセルナっていうフラペ、チョコレートフラペかな。なんか日本だとハロウィンって言ったら、うん、かぼちゃ、かぼちゃラテみたいなのが、ブレグレイストラテって言って、おお、わかんないね。これがね、今ちょっと見た目変わっちゃったんだけど、最初もらった時ギザギザみたいにこの下のシロップがなってたんだよね。ハロウィンメジックユースベリーっていうやつ。え、うま、え、おいしい、え、超うまい。グレイズドクリームにチーズの風味を入れたスターバックスアインシュペノ、だからほぼシチュー。なんかね、アイスペンなんて知ってる？上だけクリーム上がってるって調子飲んだお前。いやいや、こっちアイスペン作ってたから昔、ね、アイスペンなんて作ってたからいや、うちカフェで働きながら作ってるし。お前喋んなよ、お前アイスペンどんなに性格ひねってんの、やべえじゃん、お前。うん、普通にアイスペンじゃん飲んだらすぐ感じるんだけど。へぇ、うん、普通にアインシュペノじゃんお前、性格大丈夫か。なんかね、うん、世の中、うん、正直最近難しい英語言おうとする風潮ある。いや、コンポタージュでいいじゃん。俺ね、こんなこと言ったらなんかおっさんっぽくて嫌なんだけど、アインシュペノ、コルトゥブルーなんちゃらなんちゃらラズベリーとかさ、うん、どうなってんの、もっと分かりやすく言うみたいな知ってますよねみたいな書き方すんの、うん、いやいやいや、飲んだことない人からしたら初めてメニュー見て、うん、アイスペラ想像ができない。じゃあ聞けばいいじゃん。あ、シャングリアのサンクマンマッカポップンジャの味が合わせてるティー飲み物なんだって。え、美味しそう。ポップンジャとなんかシャングリア、これ、うんうんうん、スクリューバーの味しない？あ、確かに。え、うまっ。おいしいね、これ。だからハロウィンだから個性結構強い味なんかなって思ったんだけど、味普通においしいんだけど。普通のさ、うん、クランベリー系より、うん、コクがあって、うん、じゃじゃんじゃじゃん。これ見て、色めっちゃ彩りどりだね。これ確か限定でしょ。これ限定、グリーンエップルケモマイティで、これが唾液レモネードリプレッシャーで、これがユジャミントティー。え、ミントティで、これは普通の抹茶ラテじゃなくて、チェジュ雪の抹茶を作ったラテ、はいはい、あ、これでモンマとか好きそう。うん、うちもこれ好き、美味しい。で、これは限定じゃないんだけど、普通に好きだから買ってきた、ホワイトモカラテ。最後はこれ、ストロベリーディライトヨーグルト、なんか唾液ヨーグルトスムーティーみたいな。あ、あとね、うちこれね、二つ超大好き。これね、日本にもあるかもしれないんだけど、これチョコレートプリン。え、プリンで、韓国でプリン食べれるとかあんまないよね。確かに、プリンってあんまり、プリンも売ってないよ。だからね、プリンを食べたいときはここで食べて、これ、グリックヨーグルト、プレイン。それとね、これはオッパが選んだ、ヨニョメイクモーニング。これはハロウィン限定ケーキなんだけど、見て、これ可愛くない？これなんか目ん玉作ってて、これがタノバグロマントケーキ。で、これもめっちゃ可愛いんだよね。マドルネチョコレート味。目ん玉よ。そう、目ん玉だよ。ハロウィン限定マカロンで、ハロウィン限定のホットタングンケーキ。それね、本間がね、買ってきてって言ってたやつだよ。そう、これクリームケーキで、ケーキで最後にこれ、クロンチクッキーマスカポネクックティラミスみたいなやつ。クエンクのケーキみたいなやつ。クエンク、うん、クエンク。謎解こうもたら、また新たな謎増えてる1個タンプーラーも買っちゃったんだけど、うん、ハロウィン限定のタンプーラーで。いいじゃん、いいじゃん。でも、グッズ、めっちゃ可愛いの、いろいろあった。今年ね、可愛いの結構多かったよね。これ、ハロウィン関係ないんだけど、なんか、ハロウィンのタンブラー、めっちゃ出てたじゃん。うん、でも、なんか、ちょうどいいサイズになったけど、普通のやつ買ってみました。なんか、取っ手があって、スタンレスのやつがあった。あー、使いやすいんだ。これ、期間限定やっぱ飲んでみたいね。上にね、なんか、リンゴが乗ってて。うち、これなの。これ、ハロウィン限定の。うん、これめっちゃオッパが好きそうな味する。ヘーゼルナッツでしょ、絶対好きなの。ヘーゼルナッツラッテにチョコレート入った感じ。うわ、これね、うまいんだけどね、絶対太るやつなんだよね。そう、スタバってカロリーめっちゃ高いよ。めっちゃ高いでもこれ美味しいね。え、なんかさ、チョコレート系なんだけど、うん、そう言うほど、見た目ほど甘くない。アップルのやついってみます。どう、ほぼなんかカクテルみたいな味。
お酒入ってないだけで、うん、ノンアルコールのカクテル飲んでる感じかな。美味しい美味しい。これ飲んでみたい。大吉レモネード。うん。おっぱ。逆にうちこれ苦手かも。レモネードでしょ。結構さ、贅沢にイチゴゴロゴロ入ってるよ。ダメだった？ちょっと苦手かもうち。普通に美味しいけどね。なんか。いちごのレモネードじゃん、いちごの酸が、うん、酸味が強いかもね。なんかシロップなんじゃちょっと強いかも。確かに確かに、わかるわかる。食べてみ、口あんま甘いね。口の中すごい。これもう今日これ以外何も食えないわ。俺もこれ食べさせていただきます。お前とか大丈夫か。あれポトキがお前残してないんで、うん、ここも友達でしょ、うん、まだどうそれ。タノバケークだよ。美味しい美味しい。多分ね、そらそういう甘すぎるのが好きじゃないじゃん、うん、で、団子ケーキとかこういうの好きじゃん。ちょうどいい甘さ。だから甘いの苦手な人だけど、うん、絶対これだ。思ったよね。上にケランチも乗っててこれケランチもじゃないのなんかでも思ったよりタノバの味強いわ、うん、かぼちゃっぽいもっさり感。うん、うん、めっちゃガッツリチョコケーキ好きだわ。普通にチョコケーキだね、うん、でもこのプリンめっちゃ美味しいよ、マジで。ちょっと甘いな本当に。コーヒー飲みたいよね、アイスアメリカの。普通のコーヒー飲みたいね。一杯だったらいいんだけど、うん、こういう企画で撮ってると普通のコーヒー飲みたくなるわ。めっちゃ食べたい。ムッスみたい。ムッスみたい。そのチョコ、うん、正直言ってみんながしてプリンの味はしない。で、これが牛乳味はあるんだけど、正直うち牛乳味が一番好きで、あのさ、うん、あの牛乳プリンってうまいよね。あれがね、めっちゃ美味しくて、今回なかったからしょうがなくチョコプリン持ってきたんだけど、中に何もなんかない、このまんま。うん、ビタミンとティーもうまそう。結構1万円企画ってあれかもね大変だよ。ここでスペシャルゲストえ、聞いてない。本間と愉快な仲間たちにせっかくなんで持っていってみましょう、うん、せっかくなんで本間たちもね、差し入れ持っていきましょう。ねえ、ありがとうございます。何？締めの差せよ。すごいんで。スターバックス。何差せよ。何差せよ。お金かかってないんですよ。お金はかけていません。これなんだっけさ。いける。そういえば最近ね、あの足のさ、ボルト取ってね、大丈夫足、うん、入ってもか、入ってもか、これ次、アプンゴ、パリバーケデギラ、パリバーケデギラ、まあ、足りなきゃ。あー、すいません、うちの家いつからトバクちゃんなったらなって最後に残ってる飲み物、ユジャミンツティ。これ本当にうまいわ。なんか一回だけ飲んでみて。いいミントだね。おい、本当にこれミントの感覚変わるから。じゃあお腹いっぱい。おい、さっぱりする。違う、これ本当にお腹いっぱいなの。じゃあ結局今日飲んだ中で一番何が良かった？いや、やっぱこれ。これいつものやつじゃん。うん。これもうほぼ全部飲んじゃったの。俺は今日これ。これ多分限定なんだけど、これだけ？アインシュペーナ。アインシュペーナ。でもさ、スタバもいいんだけど、うん、韓国来てもしスタバに行くってなることあるかもしれないんだけど、逆にチェーン店のコーヒーショップいっぱいあるじゃん。なんか俺スタバじゃなくて違うとこ行ってみてほしいんだよね。ああ。例えばコピビンとか。うん。実際俺コピビンが一番好きなんだよ。さあ何が好き？うちトゥッサ。トゥッサ。デザート美味しいよね。あそこ。トゥッサムとかあとインディアとかパスクッチとか。なんかそういうとこ行って、なんかいろんな店の結構味違うじゃん。うん、あそこも美味しいよ。ポルバセ。ポルバセ。でもおっぱそれ知ってる？シンガポールだったっけ、なんかスタバの本場のとこあるじゃん、うん、本店、うん、そこ入ったらチャンアクンだ。お大学校のチャンアクンとか、なんか住んでるところのチャンアクンとか、普通にスタバのバイトをしてるだけなのに。スタバってめっちゃ社員思いな会社らしくて、友達の友達が、うん、とある日約束があるって言って、何って聞いたら、スタバで働いてる友達が卒業するから、うん、お店で卒業式があるっつって。バイトでしょ、ただでめっちゃそしたら意外とその店員さんのファンみたいな、うん、いつも通ってる単語屋たちが集まってお疲れ様でしたみたいな。え、何それ、え、感動なんだけど。分かんない、でもその人だけかもしれないけど。そう、外国の友達たちもスタバに入りたいんだけど入れないんだって。
って경쟁력이너무세가지고だってチャーハンだからマイディアだったんだ会計でバイトしてたじゃんカフェ結構転々としてたじゃんあとなんだっけブッサブッサジェスカフェとかスタバ落ちた滑り止めだったんだいや違う違うスタバ入りたくなかったのなんかスタバ韓国のスタバ聞いたところもう結構ガチガチで仕事するからトステがちょっとあるっていうのが、アルバイトしてる子たちの中では噂だった昔だから入らなくて分かるなんかスタバの店員さんって、うん、ちょっと育ち良さそうな子選ばれてそうじゃない成績がいい子たちが集まってるグループみたいな感じではいじゃあ、うん、もう甘いのでお腹いっぱいしばらく甘いのはいいかな3日飯抜きますそれじゃあ今日はこんな感じに終わりたいと思います、うん、また次の動画でお会いしましょうバイバイ稼いだお金がない積み上げる